こちら。今回の材料はワインに合うこちら。じゃあやっていきたいと思います。まずイワシにですね、だいたい焼く前には塩コショウですね、塩コショウをひっくり返して、塩コショウを全然このままでもいいんですけど、なんか食べやすくするのに今回はちょっと尻尾切って退場してもらいます。で、真ん中で切って食べやすくしましょう。どうしよう。こちらも真ん中で切って。で、このままですね、油をひいたフライパンで、イワシの方はちょっと焼いていきたいと思います。おう。内側はね、もっとカリカリっと焼くとね、骨まで全部食べれるので、こっちをゆっくり焼いていきたいと思います。その間にですね、今回の主役はツートップなので、トマトを、板を取りまして、あと綺麗に飾り付けできるような感じで、どんな形でもいいんですけど、スライスしていきたい。耐熱用の入れ物があれば、お茶碗でも何でもいいですが、このまま食べた方が綺麗なので、こうなんかちょっと飾り付けみたいな感じでできるように並べていっていただきたいと思います。で、これは、電子レンジで1分、イワシの焼き上がりに合わせて電子レンジで1分いきたいと思います。で、このイワシをですね、カリカリに焼いている間に、こっちのパン粉に行きたいんですが、パン粉に入れる前、パン粉に入れるパセリの方をみじん切りにしていきたいと思います。パセリはですね、茎の方はちょっと硬くなっちゃうので、葉っぱだけ取っていただいて、こちら、いつものようにみじん切りです。みじん切りがやってまいりました。全然ドライパセリ使っていただいてもいいですけど、ちょっとね、香りがね、やっぱしちょっと違うからね。これずっとやり続けると本当に粉みたいになるんですよ。みじん切りでした。じゃあ、このイワシをひっくり返して焼いてる間、ここでパン粉の方を作っていきたいと思います。パン粉は油をひかないでください。カリカリにしたいからね。そろそろですね、トマトも1分いきますか。パン粉をこれですね。ニンニク、今しばらくいる煮ていきます。そこへ刻んだパセリ、
っと良かったな。みじん切りが多すぎた。これで、もうちょっと。これで、生きてる間に、イワシの方が、じゃじゃあ、イワシの方が美味しそうに焼けてきました。身がね、よくね、下の面を焼いておくと、あれですよね、骨まで食べれる。盛り付けに、このまま盛り付けに行っちゃうと思います。ここから入るかな。今日イワシでか、今年ね、サンマが不漁、不作だった代わりにですね、イワシが本当に良くて、なのでイワシ料理とサンマの代わりにやってる感じです。でね、ほんとサンマでもいいし味でもいいですけどね、埋まったところにですね、こちらのカリカリになったパン粉が乗っかります。最後、お好みでこの黒胡椒をかけていただくと完成。